はい、橋本です。ロック式トレモロ、皆さんご存知ですかね。有名なところだとフロイドローズが有名なんじゃないかなと思います。ギターをチューニングして、その後ギターの弦をロックして、でもこれ以上何もやってもチューニングが狂いませんよっていう、まあ超画期的なシステムなんですけど、うちにも1本あります。こちらですね、キャパリソンの、オービットっていうギターを使ってます。で、このロック式トレモロユニットなんですけど、1個有名なデメリットありますね。それは、弦交換がめちゃくちゃめんどくさいことです。で、ここ誤解してほしくないんですけれども、弦交換難しいわけではなくて、めんどくさいが正解だと思っているので、作業を大幅にカットする方法がありますので、今回はそちらの方を動画にまとめました。それでは行ってきましょう。はい、では、ロック式トレモロユニットの弦交換の何がめんどくさいかっていうところなんですけど、チューニングをした時にブリッジが上下してしまって、ボディと平行になるように調整し直さなきゃいけないっていうのが一番めんどくさいところだと思います。で、基本的にはブリッジはボディと平行になるようにセッティングされるのが、まあ基本っちゃ基本です。じゃあちょっと細かく説明していきます。ではここにユニットのブリッジを横から見た断面図をちょっとご用意いたしました。ちょっと見にくくて申し訳ないんですけど、じゃあまずここにブリッジがあります。で、ここを支点としてブリッジが要は上下上に行ったり下に行ったりするわけですね。で、ここに弦が張られていて、で、ここから下、ここの部分は裏パネルを開けたところになります。バネがついていて、そのバネを止めているバネのネジがボディ、ギターのボディのところに打ち付けられているという状態になってますね。で、ここの弦の強さ、弦の引っ張る力の強さとバネの力の強さ、バネが引っ張る力の強さが均一、バランスが取れるようになると、均衡が取れたところでブリッジが止まるという形になります。では、例えばなんですけれども、弦の張力が弱い状態でバネの張力が強かった時にどうなるかっていうところなんですけど、当然バネが引っ張る力の方が今弦より強いので、ブリッジ自体は下に下がろうとします。こういう風に。で、これをじゃあ平行に戻すためにはどうするかっていうところなんですけど、バネの力が強いので、ここのバネを止めてるネジを緩めてあげる、緩めてあげるとこのバネの力が弱くなるので、そうするとまた徐々に徐々に真ん中、平行になるように戻っていくような形になります。では続いてなんですけど、弦の力が強くてバネの力が弱い時にどうなるかっていうことなんですが、当然弦の引っ張る力の方が強いので、ブリッジ自体は、上に行くようになります。こういう風に弦の方に引っ張られるような形で上に行きます。じゃあこれを平行に戻すにはどうしたらいいかっていうと、バネの力を強くしてあげればいいので、バネの力を、要はここのバネを止めているネジを強く引っ張ってあげる必要がありますね。このバネの力を強くしてあげる必要があるので、こっちの方向に、バネを締めてあげることでバネが伸びて力が出てくるので、そうすると上がってしまったブリッジが下の方にどんどんまた戻ってきて平行になるというような形になります。で、トレモロユニットの場合はこの調整を何度もしなきゃいけないんですよ。チューニングして、でまたバネの調整してチューニングしてっていうのを何回も繰り返さなきゃいけなくて、でそれを何回か繰り返した先にこの調整、まあ、ちゃんとした均衡が保たれてるっていう状況になるので、その回数がめちゃくちゃ多いんでめんどくさいんですよ。なので今回ご紹介する内容ではこの工程を大幅にカットできるようにしてあるので、じゃあ早速ですが次からちょっと実践していきましょう。では実際に弦交換やっていきます。まず最初にネックの部分のナットを緩めていきます。で、弦を緩めていきます。そしたらここで、フロイドローズのブリッジの部分にクロスを挟んでいきます。クロスを挟むときに、ブリッジが平行になるように、厚さを稼ぎながらクロスを挟んでいます。で、注意点としてはブリッジが平行になるように保たれるようにしっかりと詰め込んでください。では次、裏パネル外していきます。
はい、裏パネル外れました。次に結構ポイントになるんですけど、裏パネルの方のネジも限界まで締め切っていきます。今ここで裏面をぎっちり締めたところなんですけれども、この時しっかり締めてもなお、ここのブリッジの部分がボディとほぼ平行になっているかどうか、クロスちゃんとしっかり挟めているかどうかはずっと意識して作っていってください。ではここで弦を切って外していきます。ではここでメンテナンスしていきます。ではここから、チューニングをしていくんですけれども、ここからが結構ポイントだったりもするので、チューニングの時に大事なことなんですけど、この時にこの部分、ファインチューンの部分は全てだいたい高さ同じぐらいにして、真ん中ぐらいの高さにしてあげてください。はい、これでチューニングができたので、ネックの部分のナットだけもう締めちゃいます。で、弦が張れたので、ようやくここでブリッジの下に挟んであるクロスを取ります。最初の方で後ろのバネのところのネジを思いっきり締め付けてるので、今はチューニングがちょっと上がります。あとはもうこっちのチューナーとかファインチューナーとかは一切触らないで、裏のバネを元の位置に戻すことでチューニングをしていきます。裏のバネを戻していって、今もうこれで何もいじってないですが、チューニングはほぼ OK な状態です。で、あとは裏パネルを締めて、でもし仮に例えば張り立ての弦の場合は伸びる時間、例えば弦が伸びる時間とかもあるんで、それを考慮してまたちょっと1本だけチューニングがおかしい場合でしたりとかは、1回ここのロックナットの部分のロックを解除してチューニングし直してまた締めるっていう感じになります。じゃあ裏パネル締めていきます。はい、これで弦交換は終わりです。はい、いかがでしたでしょうか。この方法を使ってもらうと、チューニングの手間だったりとか、裏パネルのバネの調整だったりとか、すごい大変な作業が回数が全然減るので、フロードローズとか、もしロック式トレモロのギターもう持ってますよって方がいたら、ぜひ次の弦交換でチャレンジしてみてください。もしご不明点あれば、下のコメントのところに残していただければ、その都度ご返信いたしますので、お気軽にそちらの方どうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。ではまた。